写真拡大。西武中村豪也内野手36がパ・リーグのクライマックスシリーズ CS ファイナルステージに向けフル充電を宣言した。18年目の今季、打率2割8分6厘、30本塁打、123打点で4度目の打点王に輝いた中村。満身創痍の体に鞭打って試合に出続けたシーズン終盤からがらり一変。十分な休養とマイペース調整で辻監督が三平の調子が上がってきたと目を細める状態にまで仕上がってきた。中村はシーズン終盤の疲労度について、結構最後の肩はきつくて気力を振り絞ってやっていた。それが最後の5試合くらいは絞り切ってしまっていたと9月20日の楽天戦メットライフ以降の出場5試合19打数2安打の打率1割5厘1本塁打8三振は抜け殻状態だったことを告白。対照的に現在は体の感じは今年一番いい。でも打てるかどうかは別の話なんでという言い回しで充電完了を宣言した。試合になれば勝手にスイッチが入るんで、その雰囲気に乗っかりながらやれると思うという中村。決戦に向け準備は完了した。